うさぎさんからの投稿です、はい、こちら写真ですね。そうですね、うちの子が来てから1ヶ月くらいのもこくんの写真をまとめてくれました。だから生後1ヶ月から2ヶ月ぐらい、あ、ちっちゃい、かわいい。あの頃はちっちゃかったって書いてあるからきっと大きくなったんですね。すごくなっちゃいます ね。だってトイレがあれだもんすごい、下に引いてるんですね。うん、かわいい。ちゃんと目閉じてるの。うわすごい。でも足は大きくない。かなですね。ね、もう耳が垂れてる。ね、本当だ。トローンとしてる。ホーランドロップっていうのがこう耳が垂れてる。そうですそうです。このことなんです。はい、そうです。ね、そう、素敵な成長日記。あ、なんかおリボンが後ろに。これボール。ボール。あ、すごいすごい。すごい。ね、なんかね、皆さんいろいろなものを売ってらっしゃる。私ね、この間羽田さんがね、人参のね、あのキモシーでできた人参のやつをね、なんかこの歌は本人、ミルクティーとウサギさん本人が歌っております。ミルサさん歌まで歌っちゃう。すごい皆さんやりますね。皆さんちょっと聞きましょう。違いますよって書いてあるんですよ。ちょっとスタッフが今なんで適当なこと言っちゃいました。すいません、違うみたいですね。え、なんだ、もうやだまあでもそうしとけばいいんだよ。もうミルクティーとお酒さんね歌は。びっくりしたって書いてあるもんみんなで盛り上がっちゃった多分最後名前出ますね、歌ってる方、曲名とミルサってあ、おめめだ、かわいいね、すごいかわいい。おー、なんか足を、お尻って言えばなんか先週のあれを思い出しちゃいますけど、まあまあですね。プリケツって書いてある。うまいこと言うな、みんな。あ、かわいい。これあれですか。あ、何、ブラシですね、ラバーブラシですね。あ、お、出ますよ、名前出ますよエンドロール、エンドロールが、うん、編集ミルク、どうぞ。歌は何リソンフォーユー、はい、なんだ、白鳥エリミコさんってダカーポじゃない、なんだっけねえ、ということでした。ということで、エンドロールまで作っていただいて、はいはい、ありがとうございます。皆さんエンドロール上手です ね。編集して持ってきてくれて、すごいな、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、お次はですね、焼ネギさんです。焼ネギさんって今日見えるかな。今日は焼ネギさんいたら打ってください。焼ネギさん、あれ、ね、焼ネギさんでもやっちゃおう、やっちゃいましょう、はい、焼ネギさんは結構最初の頃から投稿してくれて、そうそうそうね、サモリさんのお客さんでもあるんですけどね、うん、はい、じゃあ焼ネギさんからの投稿です。お願いします。うとうとって書いてある。うん、うとうとしてるんだな、きっとなんかうとうと、うん、時間帯たまにこうふっと起きるんですよ、うんうん、やっぱりそうなん、うちもそうですけど、やっぱり、あ、でも目をね閉じて寝てる、まあ、ぐっすり寝てるさちゃんもいるけど、うちのポアロはだいたい目閉じないんですよね。いつも開いてる。でも鼻の動きがないときは寝てんのかなっていう感じで。それは死んでる生きてます、生きてます。でも時たま間違えるもん、大丈夫って。あ、またふっ、降りてるか。足がはみ出てますよ、これ若干出てる。あそこがまたいいよねあそこがまたいいと、ね、はい、ということで、
やっぱああやってこうなんかこうほっていう、うん、あるんですね。ねえ、かわいいですね。かわいいですね。はい。ということで。ということで。皆さんまず投稿してくださった方々、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。もうどんどん増えてありがたい限りで、ね、すごい嬉しいですね。楽しいし、はい、うん、で視聴者の中で、うん、うさぎを飼ってらっしゃる人がいましたら、はい、動画を撮って番組の方までお送りください、はい、で動画の投稿は、宅ファイル便か送りんぼなどを使ってお送りください、はい、YouTube やニコニコ動画にアップしている方はその URL をメールで教えてください、はい、メールアドレスはこちら、はい、info@yytelevi.comです、はい、投稿の際には投稿者のお名前またはペンネームとコメントを添えていただけるととてもありがたいです、はい、でまた、今回のように曲を使う場合は、オリジナル曲か歌の入ってないもの、あと、洋楽も多分ダメなのでダメだ、自分で演奏するんですか、はい、もうオリジナルご自分で演奏したもの、はい、ご自分で演奏してるか本当にフリーの曲ですよね、はい、なかなか難しいんですね、その辺がね。そうですね、はい、まあ、もし使ってしまったっていう場合はこちらで音楽を差し替えることもありますので、うん、その辺はご了承ください、はい、すいませんということです。はいはい、でもどんどんね、うん、どん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 だってこの前の放送終わって、まあ、これも木曜日です、うん、金曜日にもうメールチェックしたら来てましたから、うん、すごい。私なんか最終火曜日なんだけど最新なかなか追いつかないんですけど、皆さん素晴らしいですね。まだまだありますみたいな気配いっぱい。それはすごく楽しみ。はい、楽しみにしてます、はい、で今回もそうなんですけど写真もたくさんね、はい、いただいてるんですけど、ね、これはまた集まったら、はい、もう集まったらということで、はい、いろいろと諦めずにどんどん送ってください。全然ボツじゃないですからね。ボツじゃないですこれは。今一生懸命貯蓄してるという、そういう段階なので。何らかの形でまた皆さんとね、はい、見て楽しもうと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。で次行きましょうかね。はい。はい、このコーナーはうさぎの森の桑山さんにうさぎについていろいろ教えてもらおうというコーナーです。はい、うさぎの森さんは。名古屋市天白区にあるアメリカンラビットの老舗専門店で全国にお客さんがいます、はい、この中できっと行ってるっていう方もいらっしゃるんではないでしょうか。そうですね、はい、出てきました桑山さんね、はい、もう本当にマシマシ、はい、ありがとうございますありがとうございます。今週ははい、今週はというか今週もあ、もうかそうブリードについてちょっとお話ししていただいたので、はい、皆さんでもう一回ね、はい、見てみましょう。はい、お願いします。今回はまた違った角度から。あ、なるほどね、はい、ブリードの続きなんですが、この子はオレンジです。オレンジですね、綺麗なオレンジです。ポーランドロップのオレンジ色は全体が全部オレンジなんですが、耳が少し黒いです。ネザーランドドワーフのオレンジに比べると耳は黒いです。で全体はオレンジですね。でよいしょ、この人はオレンジです。パパをきっとご紹介、ママはオレンジです。でこの子はパパとママが一番一番簡単というか一番 安心な方法でブリードをしてみました。パパは、ブロークンオレンジです。ママはオレンジです。オレンジの女の子とブロークンオレンジの女の子というのはグループが一緒ですので、一番心配がないとかどんな子が出てくるんだろうっていう面白さはないんですが、一番例えばオレンジの赤ちゃんが欲しいなと思った、例えばブロークンオレンジが欲しいなと思った時は同じグループで、ブロークンとそれからこれソリッドって言うんですけどね、無地の子のことをソリッドと言います。
そのソリッドの中でもまたセルフグループだとかいろんなグループに分かれますね。